はいどうも皆さんこんにちは、ピスケスです。ってなわけでね、本日紹介していくのはこちら、スプラトゥーン3ステッカー付きリングスナックボリューム1.2、生かしたシフダジということでね、こちらね、の商品なんですけども、これ裏にねシールっていうかステッカーが入ってるんですよね。でこれこんな感じでね、あの武器のステッカーであったりとか、スプラトゥーン内にね登場するあのメーカーのロゴのねステッカーが入ってたりするわけですよ。でできればねこれをね100個くらい購入して、あの自分の持ち武器、まあ、ハイドラントなんですけど、それが出るまでなんか終わりませんみたいな、ね、ことをねやろうと思ったんだけど、そんなお金はありませんということで、今回、3つほど購入させていただいたので、ここからね、何が出るのか、まあ、できればあの自分のモチベキであるねハイドラントを狙って引いていこうかなと思います。サムネ撮ろうか。マジでねこれ iPhone にどう映ってるか分かんなさすぎてね、なんかいい感じに撮れてるかがねめっちゃ不安っていうね。まあ、とりあえず1個食べてみますか。いただきます。あ、味はねめっちゃうまい棒、うまい棒の味がするわ。なんかコーンポタージュじゃない？え、めっちゃうまい棒のコーンポタージュの味するんだけど、これ生かしたシーフード味って書いてあるけど、これコーンポタージュに改名でいいねこれね。え、コーンポタージュじゃないこれ？え、違う、間違えてない？これ生かしたコーンポタージュ味に改名でいいんじゃない？生かしたコーンポタージュ味じゃダメだったのかな。まあ、うまいです、とりあえず。うまいわ。うん。普通にうまいわ。ただ、生かしたコーンポタージュ。うん。で、一応ね、さっき調べたんですけど、やっぱ、武器ね、全種類あるわけじゃないみたいで、ハイドラントは入ってました、一応。うん。そう、写真頑張って載せて、俺頑張って編集で。うん。多分載せてるから。そうすると、それ、うん。うん。はい、でね、一袋食べ終わったんで、まあ、とりあえず、シールの方ね、全部確認していこうかなと思います。開けていきますよ。シール切らねえように気をつけて。よし、ではまず一袋目確認していきましょう。さ、何のシールが入ってるかな。せーの、ほい。若葉かな、これシルエット的に若葉だよね。あ、若葉だ。若葉シューターです。はい、若葉シューターが出ました。いや、若葉はいいんじゃないか。若葉ね、自分たまに使ったりするんでね、まあ持ち武器じゃないね、ガロンとかが出てくれるよりはね、あの個人的にはめちゃめちゃいいです。はい、 OK です。では2袋目いきましょうかね。さ、何が出るか。よいしょ。なあ、イカ。これ何、これ何のメーカー、これ何のメーカー、読めねえ。イカゴだから、イカゴ、うん、わかんないわ。ちょっと調べて編集で載せて。わからんメーカー出たわ。でもなんか見た目はいいよね。見た目はね、うん、なんかこのさ、ボール蹴ってる子供みたいなこんなメーカーあった？こんなメーカーある？こんなボール蹴ってる子供初めて見たんだけど。よし、ではもう早いね、もうラストだわまたリベンジ会やるかもしれないんでね。はい、まあとりあえず今回はラストということで開けていきましょう。ハイドラ来るかな、まあ、ハイドラじゃなくてもいい、俺が使ってる武器が出てくれりゃいい。よし、ではラスト、せーの、ほい。おお、まあ持ち武器じゃないね、ガロンとかが出てくれるよりはね、あの個人的にはめちゃめちゃいいです。使わねー、ガロン系自分使わないんすよね。96かな、96ガロンだね。96ガロンが出ましたガロン使えないんだよね。渋い渋い。まあ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 、でもこの2つは自分の中ではぼちぼち当たりかなって感じですね。ガロンだが、ガロンお前はダメだ。はい、というわけでね、今回は以上となります。多分そのうちリベンジ企画やると思うのでね、よかったらチャンネル登録して待っててください。それではまた次の動画で。